久保さんと同じサッカー、同じチームでサッカーをしていてフリーキックのチャンスがあれば久保さんに譲りますか、それとも自分で蹴りますか。状況によるんじゃないですかね、僕が蹴った方が入ると思えば蹴りますし、久保さんが蹴った方がうまくいくんじゃないかと思ったら譲ると思います。こういう質問好きやな、面白いな。何がこんな質問して何が面白いの。